疲れてたろ。起こさないよう言っといた。ありがとう。だいぶ生き返った。コーヒーがある。そろそろ行きます。ありがとう。牧場には山ほど仕事がある。もう何日かここに残って手伝うかい？金は払えない。だが寝られるし食事もある。どうだね？ええ、じゃあぜひ。よし、コリーの部屋に作業着がある。外で会おう。準備いいか？いつでも OK。 羊の水やりだ。できそうか？うん。で、しばらくいるの？そうなるかな。やった！いや、手助けはありませんし。ありがとう。ああ、納屋から干し草を運んでくれ。ついてエイデン、一個でいいの。全部は必要ないんだってば。なあジョディ、ランチは？オッケー、これ終わらせてからでいい？その辺に置いてくれ。ありがとう。さあ昼だ。息子たちと食べておいで。あなたは？後で。まだやることがある。オッケー、また後で。座って。ありがとう。本当におばあさんは一言も喋らないの？何年も？ああ、ひいばあちゃんが亡くなってから喋ってないらしいよ。ってことは30年か。他のナバホ族の牧場は？
何年か前は50くらいあったよ。今は俺たちだけ。他の奴らは怖がって。他の奴らは都会に移った。砂漠が嫌なんだろ。昨日の夜ドア開けた時、私見たんだ。あの、確かに外に人がいた。一体何のことだ？きっと夢だろ。羊の死体は何があったの？嵐だ。小屋から逃げ出して砂で窒息した。質問ばかりだな。だってわからないことだらけだもん。ダメ？じゃあ俺が質問する番だ。どこから来た？ここで何してる？言いたくないだろ。だから秘密は胸にしまってあまり詮索するな。じゃあな、仕事に戻る。なあ、気にするなよ、ジョディ。本当はいいやつなんだぜ。だろうね。じゃあ、そろそろ戻るよ。ポールが怒る。また後で。私はジョディです。しばらくここでお世話になることになりました。よろしくお願いします。すごく綺麗。これご自分で？これ40〜50年前のものだよ。ナイス。
そう。ジェイのところに。傲慢で頑固、しかも協調性がない。やってみてもいい？馬を扱ったことは？ない。好きにしろ。こいつはアシュキだ。こんにちは、アシュキ。怖がらないで、近づいてもいい？ほら、アシュキ。悪くないでしょ、ね。どう？私のこと気に入った？ねえ、エイデン。馬に乗ってみたくない？囲いに連れてって。どうやったんだ？それは企業秘密。少し見直したよ。シャワーを浴びたかったら納屋の裏だ。レディーファースト。どうもありがとう。それで、そいつ走り去ってさ、二度と現れなかったって。さあ、寝る時間だ。何が起きてるの？なんで家中鍵をかけるのよ。部屋に戻るんだ、ジョディ。何があっても出てきちゃダメだ。昨日の羊のような危険な目に遭わせたくない。何なの？教えてよ、ポール。何が起きてるの？とにかく部屋に行きなさい。どうせ何もできない。
中にいろと言っただろう。死にたいのか。何が起きてるの。あれは何なの。だから言っただろう。中にいろと。ごまかさないで教えて。いい加減本当のこと言ってよ。エイツォだ。あれはただ血を流したがってる。手の打ちようがない。相手はレイコンだ。レイはこの世の住人じゃない。何か理由があるはず。